百首神社からもらったんだよみたいなこと言ってましたよねそうですねで最初映った時に面はねにこうちゃんとあったんですよね僕数えたんですけどああそうなんですねあの瞬間ねズミもあったとネズミもありましたでえっとまあネズミをかぶってたじゃないですかうんだから次の瞬間はね取ってたからかわいいなタイヤは。 かわいいややな、いいいよ。バーって出てきた瞬間に「いやほう俺ネズミ!」で、バーってかぶっちゃってるわけですよでそのシーンは映ってあのまあ映ってないですよねまあそういうことは全然あからドラマですねはいかわいいはいでえっとまあうんとでまあバって名乗る時にはやっぱりこうあれよねなんかセリフ聞いてたら初めて名前名乗った感じしたんですけど「よろしくガーって言ってたもんね っって言って言、まあ、だから、うん、えとやっぱりこう名乗る時は外すっていうのはあるじゃないわかるんですけど、はい、周りまだかぶってないですよまだそうですね、うんかもう手にも取ってない手にも取ってない <laughs> 23週早いよそ,そ,、ね、そして名乗りだけが10週遅い <laughs> そうやねだからあのまだ名乗ってなかったっていうのがすげえ遅かっただからなんか気持ちはめっちゃわかるけどねあの今までこう名乗ってなかった分あっ、うん、俺なんか 自己紹介全然できてないなみたいな時ってあるじゃないなんかいろんな、うん、いっぱい初対面の人がいる中でさま、うんうん、でなんかまあその思いが溜まりに溜まって今だっていう時にこうやっぱりこう、うん、脱いでってこうやるぜっていうのは <laughs> なんかめちゃくちゃ気持ちわかるけどなあれタイム脱いでっていうかだからそのかぶって脱いでをせなあかんからねみんながまだ。 もちろんもちろんそうでもここやって思ったんじゃない今までこのできてなかった俺の自己紹介ここでここでこそっていうのはちょっと思うところあったんやろうなって思いました。まあ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 そうそうかそうかなるほどねまあちょっとでもあれですよねなかなかいろんなことがすごいというかもともとあの2人がネズミと犬でしたっけが明かされてない2人がドラマ上ねそのドラマの中でのあのシーンですら深めにフードをかぶって。 向こう向いてることはカメラの位置はもういいですよ、ああいうのはそれはいいですよというかそうじゃない別にいいじゃないですか、ああいうのはわかるけど顔を見えないようにしているというのはすごいですよね、視聴者ファーストが。だから髪型とかもっていうことだよね、フードカンテストだけから。わからんようにするっていうそうですやそれも視聴者ファーストですよ、そこは。映らないようにするとかっていう演出じゃないんやって。もう隠しに。 かかってるんやっていう、ね。伝わ <laughs> らないようにするっていうこと。全然できる <laughs> ううできそうだけどな。えなんでお前フードかぶってのって、うん。ドラマ見てる人がさって言わなあかんぐらいのね。そうやね。いやまあでもそれはさ <laughs> もしこれこれはさ俺ら今から獣になるんだぜ。うん うん、ずっと見られてる演者の立場じゃなきゃどうすんのこれも見られてるよっていう感覚もあるんじゃないかな <laughs> そうかそうか、うん、で,で、えっと、結局最後に明かされそれつた <laughs> <laughs> 最後に仮面脱ぐの誰なの俺でしょ私でしょネズミでしょ犬でしょってことになるんかなとは思いますが、ね <laughs> まあ、そうかはいそ,かそこはまあ実際に、えー、っとそのドラマの中に落とし込んだとしたら、ね、<あ>それはネズミはじゃあ真空港選挙にもともと入らずに、うんうんうん そっていうか、ずっとネズミネズミの目かぶってないやないかずっと素顔やないかネズミ <laughs> 打たれとるやないかずっと素顔し <laughs> うやし、うん、そうやねまあまあ大我はね、まあ、そういう状況にはなってますね獣だって言ってたけどさ優子あ,、はいはい、あんま獣のこと知らんのじゃんずっとお前にあの 拉致されてるからさ。そうやね。ずっと回されてるから。そう優子は結構その隙間時間の有効活用がすごいよね。ずっとケモのちゃんとてる。仕事できる人やな。ちゃんとその隙間時間にまあ武蔵が関わるような事件っていうのはやっぱりキャッチしてまあ家族の危機というか偉いなって思いますよそこは優子は結構あったからね一応ね隙間時間はねちょいちょい隠れてる間とかめっちゃあったからね暇やったあのロッカーの中とかめっちゃ暇や。バレるやろそれ音で。 ああまあで音をね消してまあ小音でやってたんじゃないかなと思いますけどねそうですかはいまあではそこはまあさすがやなっていうところといやさすがですもまあユウコとかその獣とかには全く文句ないけどあれあのヤマト良くないねヤマト何が良くないですかヤマトいや六方全書での暗号あれあんま良くないなと思いましたなんでですかヤマネコ一時三空港来るでしょうこれ一番の問題十一月三日に選挙する可能性ありますよねこれ怖いね ああ、そういうこと。うん。山猫113空港来るやったら、うん、で、えっ、ー、と、一まあだから、月、日を抜いちゃったわけやから、これだから、1月13日に、えっ、ー、と、ああ、何も起こらなかったな。うんうん、まあ、計画は取りやめましたか。1ヶ月後よ。<laughs> <laughs> 今日じゃないよ。今日じゃないよってなる可能性あるよ。<laughs> これ怖いよ、やっぱり。うん。113、山猫113。1 2 2ヶ月前ってことやな。 っていうことやから怖いよだから2か月前もしくはだから10か月後かいな10か月後っていうことそれはだからあれじゃない113が神奈川空港の最初の日なわけでしょだからかりますうんまあさすがにそれはさすがに分かってくれるやろうっていうことやねいやまあそこはでもちょっとなんか分からんところあるけどなちょっとそこ確定させてくれないと。 まあ,でもまあでもタイミング的にね,ねその前後でやろうとしてたっていうことはあるんじゃないああそうかなああまあでも空港来るだけやったら、まあ、ほんまに、えー、と神奈川新空港じゃない可能性もありますからもう11月3日に成田空港の可能性もありますからね、うん、これまああるけどそもそも,ああそもそも神奈川空港の話やからなこの恨みとかそのともともとのそのやん <laughs> <laughs> で成田をそうやねんけど。 一番はやっぱ山猫やからっていういやいやそうやけどさ神奈川県民ですから彼らみんなそうですねなんで千葉に行かなかった全員確かにねまあでもそこ間違えるようやったらこの計画は成立はしないって考えてヤマトがまあここはしょったっていうこともあるかもしれないですね試したってことか獣をじゃ鬼がですん。ここを正しく判断できないようじゃまだまだ成功はしないぜっていうことね まあそうかもしれないですね。じゃ試した、試してないと思うけどな普通に伝わると思うけどな大体のやつだったら、だいぶ試した感じはありましたね。でまあその試練というか、まあ試されたことに、まあ乗り越えみ正しくね1月13日新空港まあ神奈川の方に行ってっていうことやから、まあ素晴らしい手物側が素晴らしいなと思いました。僕は大和ちょっとダメやなって思いましたね。そこまあそうですかね。はい。そうですね。まあでもやっぱこう手 まあ獣というか山猫山猫をですねもうねあの、残すわそうやん、でも山猫ほんとかりうんですねど獣はそうやな獣あと一人だけやもんねあと一人まあ犬っていうでまあそうですね小柄な女性っていうことやがだいぶ絞られてくるっていうところではあるでしょうけどまあねうんはいでえっと山猫が誰やねんっていうところなんですけどなんかでも予告ではさ予告見ました はい、泉がこ,う、うん、この中にいるみたいな感じは言ってましたよね。うんうん、なんか人質の中にいるみたいなニュアンスにも聞こえるんですけどそうやななんともなんとも。うん、まあ、まあ、泉が捜査本部の、まあえっと、モニター見ながらやからあそこに映ってるのは基本的には一応あの配信映像で、えっと、その配信映像には人質たちが映ってるっていうところやねんけどさ。うん、うん 基本的にはそうやけどさ、でもなんかこう、うん、いけんののっていうのはあんあんいけあーいけーあーいけでも人質の中にいるからこそその全員逃がさないように山猫がこの中にいることが分かってるからってことはもともと言ってたじゃないですかその、うん、だからまあいるのはいるんでしょうねこの、えー、と中に一さ<ー> <11 3 S 1> ん、ね、来た中にね山猫が。 いちいちさんに来た中にた、うん、えといるのは分かるんですけどうそやなえ。山猫がこの中にいる、えー、と人質の中にいるから逃がさないっていうようなことを獣は言ってたっっけいや、言ってはないけど、えー、と逃がさないっていうのは言ってたことといちいちさんに来たってことでだから、うん、えとその人たちを、えーと「山猫は誰かは多分分分かってない」っていう獣がね、うん、特定してないならば、えー、とまとめて。うん その可能性がある人たちを人質として取っちゃって、うん、で山猫の可能性が消えたやつから解放してってる可能性があるじゃないですかまあそ,<の>そうですね久留米であったりとかうん、うん、天童とかまあだからそういうこともあり得んのかなと思ってあり得んのかなぐらいですけどまあそういうことっぽいよなっていう感じはあるよね、うん、まあでもその大まあそうかまあそこ行けんのかと思ったのはその綾部に直接指示を送っててうん ま中からねまあ天道始末しろっていう命令もしてるじゃない綾部に、うんうん、でまあ天道が取引を持ち上けたことを知ってるっていう状況ねで、うん、プラス指示を出せるっていうことを,なを考えるとえ大丈夫なんかっていう人質では厳しくないって思っちゃうんやけどまあまあそう不可能を可能にするドラマですからねまあそこはそうかだからまあ、そこはまあじゃあえっとそこはまあ 不可能、まあ可能やとしてうん、うん、可能やとしてもうでも条件的にはまあ双葉以外の人物っていうことになるようなまあいやそうなんですか双葉はなぜ外れるんですかねえっと,と山猫としては、えー、と外れるっていうのは、うん、1>, 1月13日双葉来る予定なかったでしょあれを双葉が「あれが来る予定」とか言われたら、うん、たまらなくないですか双葉拉致されて<あー> <laughs> <laughs> おやつしたのは何もないしなあれ,、うん、あれたまらないでしょ、うん、でもたまらないよ <laughs> 何がやえん, <laughs> んだあれ <laughs> たまらないよ、うん、<laughs> 今日今日空港に来る予定だったやつだけうん、うん、山猫は武蔵双葉お前だたまらないよ、うん、たまらない来る予定だった,れってきたのは誰よ <laughs> 誰よっていうことになりまっていうことやからかまあ双葉ではないのかなとは思うんでも僕はそのクリーンエネルギー関連のことってやっぱり関係あるかなと思うんであの写し方というかうん、うん、だからまあ,あの双葉は、えっと、山猫側にはいるんやろうなとは思ってるんですよ山猫側というのはまあ山猫に協力直接協力しようかどうかは分からんけど。 うん、山猫に、えっ、ー、と、まあ、近いところにはいる人物なのかなとは思ってるんですけど。うんうん、まあ、でも、山猫自体は双葉以外のところ、なんやろうなと思ってて、うん。北見が来るっていうことを言ってたわけじゃないんかな。うん、でも、北見が来るっていうことを言ってたかもしれない。うん、いやだから、人質なになるなら、らなその北見。が有力すぎるよな。うんうん、だから、北見がいなくないと思うんやけど、逆に。 だから北見はもともとその山猫にめちゃめちゃ近いやつやってことは分かってるじゃないですかそうですねだ北見まで行けばなんとかこうたどり着けるんじゃないかってことで北見をとりあえず確保してっていううん,、うん、うんでもまあでもこのねドラマちょっとそのメタやけどやっぱりその、うん、びっくりさせることは結構大絶対なんかしそうというかはいだから北見はあんまびっくりしないじゃないですか北見が山猫やったら、うん ああだから意外な人っぽい気もするんですけどねうん、うん、まあびっくりだけど言うた俺は白川やったらびっくりするけどな白川とかパイロットの久留米とかやったらびっくりはするけどな <laughs> そこ持ってくるっていう <laughs> 帰ったんちゃうんかいもうああ帰って <laughs> 雑魚感のある人やっ、ね、ちょっと苦でするなと思いますけどす、ね、枝葉感のある人やったらね、うん、いやまあだから、うん まあ、その双葉は <laughs> 俺は外れるとは言ってるけどだからそのびっくりの部分で言うと <laughs> メタで言うと双葉もありえるなとは思うけどでも、まあ、条件的には1月13日に一応ドラマ上のヒントとして出されている中では双葉は外していいのかなと思ってるところですね。うん、ねまあでもびっくりはせえへんけど身分なんじゃないかなとは思うところですけどね身分というかまあまあ、えっと、北見議員ね。その人質内にいるのはねおはもう人質内にはいない。 はははいいい。どこにだから泉が言った予告の言ったこの中にいるっていうのも新しい捜査で分かった人物何名かがピックアップしてこの中にいるって言ってる発言としてだからもう新キャラっていうことがありえるよね。来てなかったんや空港には。空港にはいたんじゃないあう逃がしてもたんやうまく逃がしてもたかもしらんね。 でそそそうやな、それはそれで残ないな、れれは残めちちゃくちゃなまあもしくはだから大ガが逃がしてもてっていうかだからその綾部がヤ猫を守ったんかなんで大ガが撃たれてみたいなああはいはいはいとかかもしれんしあとまあ、うん、えっと獣が、えー、と1月13日に来るっていうことを、えー、と掴んでるっていう情報を得て、えー、と行かなかったっていう可能性もあるよな、うん、なるほどねね でえー、と行かなかって一、まあ、枚上手やってっていうことでで大河が別動隊として動いてるっていう可能性も全然あるなとは思うけどでもさ、うん、あの暗号ってさこれもちょっとメタかもしれんけどさ岩か島が解けばよくないないんで本庄が解いたんてちょっと思っちゃったんですけど見てて、うん、ああなるほど、うん、あんまり本庄が解くということの,あの、うん、意味というか普通にこう 作り手というか、そのなんだろう。これまでの感じで考えるとさ、岩月か島が解いてた方は、なんか入ってきやすい気がするんですよね。そうですね。まあ、確かにね、まあ、ほんまにね、えっと、渡されたもの。まあ、そこから特定しました。まあ、岩月島の方がしっくりくるような。なんで根性があって、うん、何なんだろうな。まあ、この二人のうちの、まあ、どちらかが、えっと、まあ、あれをえっと特定されて。 裏切り者としてまだ残しておきたいってことなのかなどっちかが裏切り者やからっていうことなのかなかもしらんねうんそうやねまあまあそれか本庄側にそれを誘導さすいい理由があったかってことになるよねはいはいああかねちょっとあんま本庄が問いたい違和感っていうのはあるようなめっちゃうんうんんか逆にこの二人が すいませんってなっちゃいそうやんか。わ、うん、<laughs> れわれの仕事なのに申し訳ないって感じはちょっとあるかな。うんうん、ね、うん、うん。そうやねいやまあドラマとして入ってきやすいのも岩槻と島が得っていうのがまあ一番入ってきやすい役割としてね。そうですよね。まあまあ裏切り者として。まあ岩槻犬っぽさも多少あるしね背丈の感じで言うとね、うん。まあそうかもしれないよね。うん、まあそれは似合わせかもしれんけど。似合、まあ、わせかもしれないし、うんしまあまあそうやね。うん、まあそうね。 山猫川漢も回るしっていうまあちょっとうんうんうん <laughs> 島は嫌やけどなちょっとねでもまあサプライズで言うと島木めっちゃサプライズになるよなそうだねまあ前回からいるからね数少ないうん、うん、そうなるかう,、ね、うんやけどだいぶ人が減っていくけどなうん ああ、KSBC とか、そのそうそうそう元祖というかオリジナルメンバーがどんどん減っていっちゃうけどなそうやな神奈川県そうほんまやなだから俗作を作るとなった時にんか島がいないとちょっと言えやもんなちょっとなんかね丹波もいない島もいないでははいはいはい閉まらないよね全然そうやねまあ第一部のその人たちがいないとっていうのは もう二人でやらなあかんわけでしょ泉と武蔵とまあ泉と武蔵おったらいいみたいなところもあんねんけどな重要やからまあでもやっぱこういるね必まあでも本庄が出てきたりとかまあ本庄は今回別に裏のない人やったとしたもああそうかそうかまあ綾部とかね裏のない警察やったとしたらねや部が何を信じたいか分かれへんなもう。 あれで裏のない警察やったらけわからんな綾部はんでんだちょっとこう紐で縛るとかされてなかったんすかねなあそう綾部いや俺が大会やったら足打つぐらいはしとくけどな殺さんまでもいや殺されかけてるからこっちはもう絶対追いかけてほしくないからそうやねうんそうやね それぐらいはって思ったけど割とその数でいくんやな気絶だけでっていうね気絶だけでそうそうそやなっやるようになるとそうねイ河は結構優しいね物事の成功よりも優子の鼓膜の方を大切にしたなうんそうだねまあそこだからちょっとどっち飛んのかなとは思ってたけどまあでも人としてのだから要はその割にはその後おい来い!」ってやるからなんか分からへんなあれもう。 だから綾部一発殴ってすぐに外しに行ってたもんな優しいっちゃ優しい感じはあるよね。そうだねそのこう取り押さえるよりもね落とすまあ落とすのに時間かかるっていうことでしょうねやっぱり鼓膜が大事。 まあ、めっちゃすぐ落ちてたけどそこはカットやもんねね。結構長い時間してああそうそれかまあちょっと弱いだけかもしれない綾部の息がもたへんいや5秒ぐらいだったね5秒あればもう息もたんな綾部水泳も苦手すぎな綾部苦手息継ぎなんかもうダメか絶対あかんからうんそうかそうかうん綾部すぐ落ちてたもんねそうだねうん まあまあそこはまあでも長い時間やってたと考えたいけどね、はい、まあまあまあ綾部のことをね、うんうん、フォローするとそうなるよねそうですねもうちょいたくましい男やと思いたいところですよ、うんうん、<laughs> はい謎はもうでも山猫だけですけどね、うん、そのちゃんとした謎というのはまあだから犬とか、まあ、犬はもうほぼほぼ、えー、と割れてるというかまあ、うん、多分こうやろうみたいな二人。 本庄ではなさそうやし体型的に庭瀬か岩槻かっていうところにはなったからうんでそれねそうでまあまあもう一つは山猫やね山猫誰かっていうことまあねでも山猫でしょうね山猫になってだから明かされた後もまだちょっといろいろね過去の話とかになっていくってことでしょうねああそうやねだから30年前の武蔵兄っていうところがあるから 武蔵兄と。うん、で、えっと、武蔵と、えっと、双葉側の,の葛藤みたいな、うん、感情的な揺れみたいなに共感できるところとかも出てくるんだろうなっていう気はしてますけどね、うんうん、まあその辺りになってくるようなきっとこの後半というところはそうっすね健一誰なんやろうな健一、うん、が「身部」ってことはないよな「北見でもあり」っていう健一が、うん、まあ整形してて」みたいな音ん 白川でもないな <laughs> まあだからサプライズサプライズすぎるよな、うん、それはちょっとなサプライズ優先すぎるというかそうですよね丹波でもないよね、はいうん、サプライズだけやもんねそうやねで健一、えっと、が、まあ、黒幕的な山猫的な存在やった場合に多分武蔵とか、えっとうん、武蔵双葉が呼ばれた理由があんまなくなるからねあのただの,その、うん、別に葛藤はないというかそうなってくると。 ただまあ別に単純にじゃあ兄貴捕まえるってだけの話やからそうやねうん多分だから復讐心みたいなそう獣の気持ちがちょっと分かってしまうようなストーリーになってないとちょっとなんか感情的には変な感じやなとは思いますね特にそうですね武蔵からするとそうだよね武蔵っていうか三郎からするとそうだよねそうですねはいというような気はしてますがはい 山猫誰かの予想を皆さんもちょっとたくさんいただけたらなと思います理由も添えてくれたら嬉しいですそうですねそうですねはい確かにでもこれね別にそのあらを言うわけじゃないんですけどホームページの年齢ちょっと変わってたじゃないですかえっと誰ですか堀江松永掛川の3人歳駿河じゃなくてあ駿河じゃなくて35歳35歳31歳やったかな が、全員30歳に今週は変わってたんですよ。はいはい、で、確かドラマ内でも30歳やったんですけどそうなってくると、まあ、多分その伝達のことやと思うんで、はい、353531が初期の方の設定やったと思うんですよね。はいはい、で<ー>演者さんの年齢的にもそっちの方が自然やからでそれを30に変えなきゃいけない理由が物語上あったんかなと思うんですけど <laughs> <laughs>、うん、そっちが伝わってなくてホームページがちょっと遅れたんかなと。 あの蛇水してるんですけど、はいはい、そうなると、うん、はい、三十年前の、はいはい、馬とイノシシに無理があって、うん、なんかちょっと面白いなこれ、三十 <laughs> 年前の事件がやっぱり関係してくると思うんで、その時に生まれてない方が都合がいいんじゃないかっていうところで三十で合わせて言ってんのかなってちょっと思ったんですよ。二十九ではちょっとやりすぎかなっていうのもあるのか、あじゃないと、なるほどね。一全員三十で合わせるのが もともとの設定として30でこの3人っていうのはちょっと違和感はあるけどストーリー上は30じゃないとってなったから、うん、多分353531でいくつもりが全員30にしたんかなって思うんですよ。うん、なるほどなるほど、はいはいうん。何年かしかだから生まれてない生まれてない方が都合がいいことなのかなと思っててその当時の出来事が。はいはい。 だそうなると多分、うんえっと竜、まあ、だけしか生まれてない、うん、ということになるじゃないですか30年前の事件その方が、うん、まあ丹波は別として丹波多分それ関わってないから、うん、そっちの方が都合がいいんやろうなっていうなんかそう都合がいいことがあるんやろうなとは思いましたまあ。 サキとユズキは竜と蛇は、まあ、血のつながりが何かありそうやからその生まれてる、うん、生まれてないが都合がいいっていうのがなんとなくわかるんですけど、うん、なんかまあそういう理由が、まあ、つけれそうやなとは思うんですけど、うん、あのイノシシとウマとウシが生まれてない方が都合がいいっていまあまあなんやろかな,なんかあんまりこうパッとはイメージつきづらいような感じですね。つ、うん、きづらいいけど、うんそこ、それでも三にこうう。すると 違和感があったとしてもその30にする変更するっていう方なんをまああれやもんな30変更というかまあそうはねまあそれがちょっと邪推すぎて、うん、ただ単にまあすごい簡単なイージーな方でドラマの方の中身が30で紹介しちゃったから、うん、まあそっちを変えるわけにいかんからホームページを30にしたっていうだけの可能性もありますけどね。うん、本当は35 35 30でいいきたたかったけど。うん はいはい、まあそのあたりちょっと,、えー、と明かされるのか、まあ、駿河の3230設定もまだはっきりはしないからねそうですねうん、うん、そのあたりもねなんかどうなるのかというところはちょっとまあ今後見ていきたいですね <laughs> まあちょっとねあんまり見てほしくないところかもしれないけど、はい、それあわからんような、ん、まあまあそうやねうんそ,そうやねはいはい、うん、というまあまあ、はい、そういうこともありつつはい。<laughs> はいコメントこうだぞっていうのはねあればまた送っていただけたらと思うんで見逃してるとこも多いですからねそうですね細かいところでねああそうやったんやって気づくことも多いですからね後から見てこれはそうですよねコメントで言われて情報量がめっちゃ多いよなそうなんですよねはい錯綜してますよね 錯綜してますはい情報量がめちゃくちゃほんまにそうですね把握うん把握するのが難しいよねいや難しいですよ本当にということで皆さんからのコメントはいお待ちしますのでお願いしますはいお願いしますはいごちそうさまでしたごちそうさまでした。